はい、今日はですね、オフということで奈良観光していきたいなというふうに思ってます。まずはですね、最初に奈良にあるオランダ屋さんというところでランチをしてから、その後に大神神社行って、丹山神社行っていきたいなというふうに思っています。では行ってきます。オランダ屋に着きました。めっちゃね、雰囲気も良くていい感じなんですけど、目の前にね、なんとロートフィールド、僕らの本拠地ですねがあります。ぜひ皆さん行ってみてください。では今から行ってきます。はい、今オランダ屋さんで、ご飯を食べてきました。パンが食べ放題だったりとか、まあランチメニュー、すごく充実したランチメニューでした。はい、大神神社に着きましたね。駐車場の目の前にはめっちゃでかい鳥居があります。わかるかな、車があんぐらいなんで、人があんぐらいなんでめっちゃ大きいんですけど、大物主の狼という神様がですね、祀られる日本最古の神社ということで、今から行ってきます。はい、たった今大神神社ですかね、ご参拝してきました。大神神社は本殿がなくて、拝殿のみだったんですけど、今もコロナの影響で、鳥居がですね、見に行けないというような状況でありましたが、その拝殿もすごいね、こう歴史の感じる、パワーの感じる場所でした。またここはですね、大物主の狼というような神様が祀られていてですね、いろいろと拝殿だけではなくて、いろんなところにですね、まあ、こう名所があるというようなところで、またこの近くにもいくつか神社もあって、まあ、これから丹山神社行っていきたいなというふうに思ってます。で、そしてですね、本当にパワーをもらいましたし、これからですね、まあ、J3 昇格に向けての JFL が始まるというところで、今年必ずですね、J3 昇格できるよう誓ってきました。まあ、必勝祈願として、行ってもきたので、必ずその誓いをですね、今年1年間かけて達成していきたいなというふうに思っています。ではですね、次は丹山神社行ってきます。レッツゴー。はい、ということで丹山神社に着きました。で、さっきのですね、大神神社の周りはですね、三輪そうめんという、本当にすっごい細い糸のように細いそうめんがですね、すごく名物として、売られているというようなところがありました。で、今回の丹山神社はですね、藤原の鎌足公が祀られている神社とされていて、大化の改新ですね、本当に歴史で習ったようなものがですね、奈良にはたくさんあるんですけど、その大化の改新の談合が行われた地というふうにされています。で、中野大江の王子ですね、と、まあ、密談がされたとされていて、語らえの山とも言われたりもしています。で、本当にね、四季折々の顔があることから、関西の日光と呼ばれるような風なね、場所とも言われています。では早速行ってきます。この丹山神社ですね、先ほど、話にもありましたけど、藤原の鎌足と中野大江の王子がですね、蹴鞠ですね、まあこうボールを蹴って、まさかに似たような、ね、感じのね、足で扱う、まあこうスポーツのようなもので、最初にあった場所とされていて、今のね、の蹴鞠絵という、まあ、蹴鞠会と書いて蹴鞠絵というようなね、蹴鞠の祭りが行われたりとかもしている場所となっています。すごいね、山奥にあるというか、すごいところにあります。階段をね、登ってるんで、ね、すごいね、
息切れをしながら登っていきます。いやすごかったですね。いやちょっと痺れましたね。本当にあの丹山神社の中に先ほどのね、動画内にあったような藤原の鎌足港の神殿があったりとかですね、中まで、まあ、動画だったりとか回してね OK なところで大興奮でした。こういう感じで、まあ、奈良のことを発信をしていったりとか、まあ、佐賀県と実際何してんのみたいなところをね、話をしていったりとかができればなというふうに思ってますので、引き続きですね、YouTube をね、見ていただけたらなというふうに思っております。ではまた次の動画で、バイバイ。